西系の手相談室ボリューム32このコーナーは手の写真と質問内容を見ながら手相を解説したり独断と偏見で質問にお答えしていくコーナーですブログメルマガなどで不定期に手相とご質問を募集しています気になる方は概要欄をチェックしてみてください今日のご質問はこちらになります HH さん52歳女性20代の頃に手相を見てもらったらあなたは50歳過ぎたら仕事はしていないと言われたけれど ままだ働いていてす。この先も仕事を続けられそうですか。えー、仕事になれ,なれるとまた新しい仕事を見つけたくなります。新たにチャレンジしても大丈夫,大丈夫でしょうかというご質問をいただきますのでお答えしていきます。手の甲ですね、えー、ブレスレットを、ねえー、つけていらっしゃいます。パワーストーンですかね。 でこういったものをつけられる方っていうのは、えー、手相占いの使い方という本にも書いたんですけども、えー、何かを思い込みたい方、えー、固定させたいという気持ちが強い方になります。裏を返すと、えー、気持ちが不安定になりやすい方とか、えー、少し落ち着きにくい方ということになってきます。 で手の甲を見るとですね、少しポツポツとした赤いものも見受けられまして、でこういったものも気持ちにムラが出やすい方の傾向になってきます。でこういった方は目標とか目的がですね、可視化されると、えー、自分をうまくコントロールできるようになりますので、えー、まあ今はちょっとね気持ちが落ち着かないというか、まあもっと言うと 刺激を求めていいるととううような状態とも言えます、はい、で手のひらはシンプルになりまして、えー、非常にまあ容量をつかむのはうまいという方ですかね。で感情とか刺激とセットで、えー、仕事を覚える傾向がありましてなので仕事の中で、まあ、好きとか驚きとか怒りといった感情が揺れ動くと。 えーまあ、仕事がはかどるタイプになりますので、えー、刺激が必要になってきますで新しいことをやるときは、まあ、格好から入ったりとか道具から入ったりとかね、えー、自分のテンションが上がると、えー、はかどってきますので、えーまあ、例えばね、えー、その職場に好きな人はいるとか、えー、気持ちがときめくといったことをやるといいかもしれません。えー、直近ではではすね えー、54歳頃ですね、えー、54歳頃に、えーのまあ、春ぐらいですかね、春頃に、えー、転職だとか、えー、天気が訪れてきますね、まあ、仕事の天気ですね。で、この時の天気はですね、 えー、何か夢を追いかけている方の、えー、追いかけているような人をサポートするようなそんなお仕事とか、えーまあ、活動をされていくような形になりましてこの54歳ごろっていうのが えー、パートナーみたいなもんですね、パートナーのような方も出てきそうなので、まあ、恋愛と仕事がセットになるような雰囲気だなというのがあります。まあ、恋愛というと、まあ、ちょっとあれなので、えー、ときめきと、えーまあ、プラス仕事がセットするような、セットになるような、えー、そんな、えー、時期になりますので、えーまあ何でもやってみていいんじゃないかなと思います。 ということで、えー、以上になります。詳しい見方やなぜそう判断したのかの理由はメールマガジン、ポンツー、山奥などで解説しております。気になる方は概要欄をチェックしてみてください。このチャンネルでは手相や占いについての実践的な情報を発信しておりますので、えー、チャンネル登録、高評価、フォローのほどよろしくお願いします。西でしたババイバイ